はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、ワインです。嬉しいワインの白です。前回飲んだ嬉しいワインの赤の、まあ、白バージョンといったところでしょうか。一応ね、やや甘口と書かれています。前回飲んだのは甘口。こちらはやや甘口ということで。若干甘くないっていう。前飲んだやつとかね。だと思うんですよ。まあ、札幌ワイン。札幌ワイン株式会社。ですね。アルコール度数が 9%。となっております。確か値段300円。ぐらいでした。まあ白ワインはね、俺あんまり飲んだことないんで、ね。乾杯。格好つけての安ワイン。やっぱりね、香りが全然違いますよね、赤と。渋みがない。あと、苦味。まあ、白ワインは結局、ほら、あれだからね。赤ワインとの違いは、種と皮を使ってないことですね。確か。俺の予想。予想っていうか、ね、嬉しいワイン。白。くぐってみましょうか。1.8 リットルのパックタイプのもあるみたいですね。まあ、こんな激安ワインのね、まあね、激安ワインの、その生産者とか生産地情報は誰も知りたくはないとは思うんですけど、一応言っときます。ここに書いてありますね。優れたワイン作りの技術が息づく二つのワイナリー。札幌ワインでは発酵から貯蔵に至るまで、至るすべてのタンクに、温度コントロール設備を設置し、それぞれの工程に最も適した温度管理を行っています。低温管理システム、クールドワイナリーにおいて、よって、美味しいワインに仕上げるための必須条件、発酵の際の温度を10度から15度に保つことが実現されています。勝ち沼ワイナリー、岡山ワイナリーで丁寧に作られるワインは、海外コンクールで豊富な受賞歴や国産ワインコンクールにおける5年連続金賞受賞など高い評価として実を結んでおりますと。なるほどね。まあいいわ。知らん。まあ、すごいんだな、ということでしょう。でもね、飲んでみてわかるんですけど、甘い、まあ、甘いんですけど、まあ、若干酸味があるんですよね。で、まあ、甘いんですけど、食事の時はね、やっぱドライな方がね、合うなっていうのも分かりましたね。分かりました。
18。フロンテラ。で、赤ワインよか白ワインの方が個人的に美味しいなと。うん。と感じました。フロンテラ。ああ、700円か。なんか、でもね、結局ね、なんか飲んでて分かると分かったんですけど、正直、飯とか食ってるときにワイン、を飲むのは、よりは、ビールを飲んだ方が美味しいってことが分かりました。やはり。まあ、特に今の時期ね。特に今の時期は。うん、あ、嬉しいワインのやや辛口ってのもあるみたいですね。これも飲んでみたいな。これ見たことない。450円だって。やや辛口。でも、飯食うときはやっぱ甘いやつよかは、やっぱ辛いやつの方が、多分ね、美味しく食べられると思いますね。まあでも、300円ですから。350円ぐらいだったかな、これ。まあ別にいっかって感じですけどね。まあ350円とか400円以下だったら別に、ね、どうでもいいわ、みたいな感じになってるから、いいんですけど、個人的に。どうでも。今度ちょっと辛口の白ワイン買ってみようかな。まあ、だからこれで大体、ね、分かったかなと。前回、飲んだこの赤ワインの甘口は、甘い。で、結局甘いとやっぱり結局、飯には合わない。うん。ということは、辛いのが合うということ。で、さらに赤ワインよか白ワインの方が合う。俺の中ではね。なんでかっていうと渋さがない。えぐみがない。で、すっきりしている。飲みやすい。この4種類。まあ、勝手に。ね、俺が。評価したわけですけど。やはり飲みやすい。まあ、そういうことですね。なんで、今度は、まあ、白の、あ、辛口の方、ね、売ってたら、買ってみたいと思います。安めのやつ。300円台で。まあ、そんなとこですかね。まあでもこの量でね、アルコール度数 9%。で、なおかつ、まあ、720ml ですか。720ml で、アルコール度数が 9% で、なおかつ350円。
こういうのはなかなかないですよ。うん。さすがに。ビールだったらね、1本200円ですから。2本買って終わりですよ。180円か。1本180円だから。2本買って終わりのところを。うん。2本買って終わり、まあ。容量的に大して変わんねえか。だって一缶 360ml だっけ。ねえ。それ二つで720ぐらいと。まあ、アルコール度数が違うだけか。ああ、でもそれだったら。それだったらあれか。ああ、でもまあ。ねえ。ビールだとグビグビ飲んじゃいますからね。ワインはほら、これぐらいで、こんぐらいでさ、進むからいいけどさ。まあ、ね。うん。まあ、そんなもんでしょ。まあ、たまにはね。結構最近。最近っていうか、まあ、ビールばっか飲んでますからね。ビールとかね。チューハイとか。まあ、たまにはいいんじゃないですかね。まあ、ということでね、こちらは、そうだな、嬉しいワイン。まあ、三つ星だな、これな。三つ星。これ、辛口だったら多分、四つ星ぐらいになったかもしれない。わかんねえ。まあ。ということでね、ご視聴ありがとうございました。